欧州館受験生の皆さん、こんにちは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は4月8日月曜日ですね。まあ、今日から新学期を迎えた人も多いんじゃないかなと思いますけれども、もうね、1学期からね、欧州館だと報告書評定が入りますからね、欧州館受験を毎日やってるようなもんなんで、欧州館受ける人はね、1日1日しっかり頑張ろうということだね。でね、今日もね、新しい塾生がね、入ってきてくれたんですけれども、欧州館ね、どうすれば絶対合格できるのかというね、ちょっとカリキュラムのね、お話を今日してみようかなと思うんですね。でたまたま今日ホワイトボードありますからね、あ、これが個別指導塾のあのね、ポスターですと。でね、何をどのくらいやればいいのかと。この教材ではね、まずね、これはね、欧州館のあれはね、まず使ってます。これはね、他の塾さんでもね、使っている教材かなと思うんですけれども、まあ、とりあえずこの教材を最初 F って書いてあるんだけど、大体これはね、一般的な塾では5年生の時にね、使う教材のようですね。で、最初にこの F でスタートした後に、この S っていう教材があるわけ。まあ、これね、文系のね、今手元にたまたまないんでね、あれなんだけど、文系でも S っていう教材があって、理系の S。大体これはね、6年生で使う。で、ここまでで4冊だよね。で、大体ここで受験に向かう子が多いんじゃないかなと思うんですけれども、一応ね、このプレイバイステップっていうね、公立中高一貫の、まあ、助講しようっていっぱい落書きされてるんですけれども、名前が書いてね。これがね、過去問集なんですね。公立中高一貫の各学校の。で、これを使ってます。一般的に。だからね、大体6年前期後期って書かれてるんだけれども、欧州館のあれはね、まあ、文系、理系って、まあ、こういうの分かれてて、ガーッとこうやってさ、お、なんかだいぶ揺れんな、このホワイトボードね。5年と6年ってあって、F、S。で、あとは、大体、まあ他の塾でも6年の、まあ、前期後期っていうね、まあ、この6冊の教材をやっていることが多いんじゃない。ここまで多分ね、これをやってんじゃない、まあ、このをやってる塾か、これをやってる塾かっていうのはすごく多いんだよね。でもね、欧州館側でね、このぐらいはもう当然全部過ごします。全部ね、全部やった。ペンがあった。この6冊は当然、大体これをね、どのぐらいでやるかなっていうと、6から8ヶ月で熟成がみんな終わってます。まあ、普通これやるだけでも1年ぐらいかかってる塾のカリキュラムだと思うんで、まあ、これはもう超速習で終わらせる。で、超速習で終わらせる理由っていくつかあって、公立中高一貫の問題って、すごく考えて考えて答えが出てくるような問題って少ないんだよね。もうなぞなぞみたいなもんだから、もう考えても分からないから、もうどんどん回答を見て、理解して次の問題に行った方がいいんですよね。で、量をある程度こなすというふうなことで、それと並行しながら最終的には、まあ、加工もんですよね。まあ、ここまでしっかり、まあ、欧州館は、この前受かったことで8期生だから、まあ、8年分少なくともあるわけだよね。こうでね、まあ、これをまずしっかりやると。で、このぐらいまでは、まあ、去年の欧州館のカリキュラムだったんですね。ここまでがね。で、今年はさらにもっといい結果を出さなきゃいけないということで、今手元にはないけれども、オリジナル問題集っていうのを欧州館のを育てると、鍛えると。いうふうな動画のところにもね、オリジナル教材をね、今ね、だいたい30冊ぐらい、できてますんで、これプラス、まあ、オリジナル問題集。オリジナルテキスト。だね、これをしっかりやりきれば、欧州館のね、合格、かなりみんな高まってくると思いますんでね、ここまでやってほしい。まあ、これがある、うちの塾生の合格したこのね、ファイルなんですけど、この量って大体どのくらいでやったかっていうとね、1ヶ月このぐらいやってます。
ですんで、このぐらいの量をちゃんとやるんだなっていうのをね、やっぱり実感してもらえたらなと。このぐらいやるとね、自信がやっぱりみんなつきますからね、本番でも負けないものができるということですね。なんかテキスト持ってきてくれたんでね、まあ、こんな感じのものがオリジナルでやってますんでね、こういうものもしっかり見てみんな勉強してくださいということを、まあ、5週間後はね、もう絶対5週間突破するぞと、この書いてると一点突破すると、あ、たまたまこの規則性の教材だけどね、これはねすごくねよくできてる教材。うん、まあなんかねちらっとね、これあんまり見せるなって言われてるんでね、見せないようにしなきゃかなと思ってんだけどね、過去問で過去出題されている中でかなり使える問題が出てますから、同じようなパターン、今年だと本のページの問題っていうのが出ましたよね。その前の年っていうのは鍵の問題とかバーコードの問題とか、あと本、靴がのシューズの大きさがいろいろあって、どういう組み合わせで買えばいいかとか、そういうのが出てたんだけれども、そういうものはね全部ね、ここで練習できるように作ってますんで、まあ、こういうものとか、あと、まあ、空間図形系って毎回出てるよね。去年も今年も一昨年も毎年出てるんですよ。ってことは来年だって26年とか出るだろうなっていうところで、空間系の問題すごくオリジナルで作ってますんで、やっぱここまでやればね、自信を持って欧州館受験にみんな臨めると思いますんで、みんな頑張ってください。じゃあ明日もみんなしっかり勉強頑張れよ。さようなら。